だって3点を先取するとカープが6回に2番手ランバシを捉えました。まずは4番江藤がレフト前ヒットで出塁。ワンアウト2塁の後、町田が三遊間を鋭く破るヒットでチャンスを広げます。そして7番浅井のこの打球をライトの柳田が落球、江藤をホームに迎え入れ、いよいよ反撃開始。西山のタイムリーツーベースヒットも飛び出して、結局この回4点を入れ逆転に成功しました。この後一旦は同点となりましたが、カープは9回ツーアウト満塁のチャンスを築き、上田のショートゴロを松本が弾いてサヨナラ勝ち。オープン戦とはいえ V 奪回へ向け幸先のいいスタートを切りました。脱いだミスター、今まで見せなかった背番号33、注目度ナンバーワンの巨人対昨年の覇者ヤクルトの一戦、興味津々、話題騒然、見どころいっぱいの試合ですが、まず巨人先発の斉藤、ストレート、スライダーのキレは文句なし。3イニングでヤクルト打線をわずかヒット1本に抑え、昨年の最多勝男の実力発揮、上々の仕上がりを見せてくれました。一方ヤクルトの投手陣で目立ったのが、開幕投手をかつて務めたことのある内藤、現段階では1軍ギリギリのラインにいるわけですが、こちらも3回をヒット1本に抑え、まあ、吠えまくりますよ。そんな両投手が好投する中、ゴールデンルーキーの松井は7番レフトでスタメン出場。両親の見守る中、さあ注目の第1打席です。ヤクルト期待の左腕、一心のカーブに三振。3打席目には金沢の前にセカンドゴロ、巨人期待の星松井が3打数ノーヒットに終われば、こちらもう一人の注目選手、今何とおっしゃいましたミスター、サード田淵ね、7回からサードのポジションにつきましたが、守備機会なし、打席もなしと、巨人ファンもここまではがっかりです。しかし長嶋監督がこのキャンプで課題としていた闘志あふれるプレー、さらにはボールに対する集中力が随所に見られ、意識改革は大成功、打っては大久保がホームランを放つなど、3対0、13年ぶりの長嶋巨人白星スタートを飾りました。そうですね、なんかお客さんが緊張してたですね。そうですか、監督は大丈夫でした、オープン戦ですから。でも巨人軍の方はかなり公式戦並みのあれできたような気がするんですが、どうでした？ベンチからの声だけは非常に元気ありましたですね。でもおまけになったから、そういうとなんかあの強がりに聞こえちゃうような気がするんですけど、大丈夫です？あ、そうですか。やっぱりオープン戦はこんなもんでいいんですか？オープン戦はオープン戦ですから。あ、どういう意味ですか？いろんなこうなんていうか、チェックポイントがどんどん出てくると、うん、オープン戦の価値がそれだけありますんで、あんまりこう課題がないと困るんですね。あ、課題がないと困る。あ、ね、一言で今日の課題、はい、何だったでしょう？今日はもう本当にいっぱいありましてね、もう石井が投げた一球一球全部課題がありましたし、それからまあそのチャンスがいっぱいあったわけですね今日、はい、そこでタイムリーが出ないっていうね、打つ方もそういうところで何を考えて打席に立ってたのか、いろいろまあ反省会1時間半にわたってやりましたけど、かなり怒声を浴びせました選手には。いや、そういうわけじゃなくて、なかなかこう私の意図としてるところがなかなか選手に伝わらないもんですから、そういう意味では本当に今日はいいオープン戦をやらせていただきました。長嶋巨人軍についても後ほどまた伺うと思いますが、中村さん、せっかくですから、もし中村さんにお聞きになりたいことがこれから対決なさるんですがありますか？トレード、トレード。隔離もらうよ、いらなきゃ。いやいや、それは困ります。じゃあ広沢は池山くれますか？あ、広沢は池山。だからその辺はよく話し合ってね。やりましょうよ。あの、中村さんからご覧になったヤクルトは今年どうですか？やっぱり昨年の敗者ですね、特に今度伊藤君ですか、はい、抜群のピッチャー入っておりますし、打線はね、やっぱり破壊力セ・リーグナンバーワンですからね、やっぱり強いんじゃないですか今年も。野村さんからご覧になった今年の阪神はどうですか、一言で。同じことですよ。あ、そうですか、手強い。すごい、まあ投手陣がいいっていうのはこれはもう野球の基本ですからね、だからなかなかこう点が取れない
っていう、まあ、守りを前提とした、ですから阪神の場合はもう当然攻撃だけに絞ればいいわけですから、うちはまだまだ攻撃も守りも両方課題がありますから、もう阪神今年はちょっと要注意じゃないですか。わかりました。ではあの今度はコマーシャル挟みまして、長嶋が西武解説者1年生のキャンプ巡りもいよいよ終点です。最後は昨シーズンセリーグを制したヤクルトのサイトキャンプ、ナンバーワンキャッチャーの古田がいて、監督は大先輩の野村さん、元キャッチャーとしてはひときわ興味のあるキャンプです。しかしドンさん変わってからピッチャーの牽制すごい上手だもんね。あれはね、最後にあれ牽制係ね、牽制係、牽制係お前が辞めてうちで一番喜んだのはいいだろ。なんとかなりますね。そんなにごちゃごちゃお前いじめたのか。広島戦さっぱりだもん、あいつ。あいつかわいいとこあるよ。今日1本だけお願いします。出してくださいとかね。黙っとってくださいよ。あ、行け。どうや。あ、どう、野村さんと仲良しとる。はい。まあまあ。だけど監督は変わるけど、お前は辞めることはないよ、東郷。ダメだったら監督が変わるけど、お前ダメでもまだ首になって大丈夫。伸びりゃいい。先輩が余計な教育すな。お前だけ、去年だけついとったら見たよ、甲子園で。もう一回だけついてあげて。